Buster! わあ、バスター。あの赤い風船を見て。捕まえてみたら？惜しかったね、バスター。でも遠ざかってるよ。ああ、バスターは悲しそう。あ、ねえ、コマドリさん。君ならあの風船を捕まえられるかも。捕まえたよ。ありがとう、ロビン。素敵な風船だね、バスター。あ、見て。もう一つ風船があるよ。これは緑色だね。急いでロビン捕まえて。はい、どうぞ。風船が二つになったね、バスター。わあ、あのカラフルな風船を見て。何をするかは分かってるよね、ロビン。バスター。風船と一緒に空中に浮かんでる。ロビンはバスターを見失ったよ。バスターはあそこだよ、ロビン。飛んでる。大丈夫だよ、バスター。怖がらないで。ここからの眺めを見て。テリーはクラクションの音がどこから来てるか分かってないよ。上を見て、テリー。鳥かな？飛行機かな？違うよ。バスのバスターだよ。珍しい光景でしょ？ねえ、バスター、もうとても高いところまで飛んでるよ。地上のテリーはとても小さく見えるね。バスターは怖くなってきたみたい。宇宙まで飛んでいかないようにね、バスター。ロビー、助けてあげなきゃ。いい考えだね。風船を割ればバスターはきっと降りてくるね。どうしよう、バスターがものすごいスピードで降りてきてる。大丈夫、バスター、地上はもうすぐ。あと何個か割ればいいはずだよ、ロビン。よーし、着陸。地上に戻ってきたバスター、嬉しそう。バスター、飛ぶことはロビンの仕事みたいだね。あれ、ロビンはどこに行ってるんだろう。また風船？今日のバスターはもう風船にはゴリゴリみたい。バイバイ、バスター。バイバイ、ロビン。